ヘルシェル・グリューン・シュパン、1938年11月7日の逮捕後の写真ヘルシェル・グリューン・シュパンは、ナチス・ドイツのユダヤ人政策へ抗議するため、中フランス・ドイツ大使館付書機関、エルンスト・フォムラートを暗殺した、ユダヤ系ポーランド人のテロリスト。ドイツのハノーファーに、ユダヤ系ポーランド人の仕立て屋ゼンデル・グリューン・シュパンの、子として生まれる。グリュン・シュパン家は、 第一次世界大戦後に、ポーランドから移民してきた一家であった。国家社会主義ドイツ労働者党政権掌握後の1935年に、ユダヤ系であるため、ドイツの学校から追放された。その後、両親の援助で単身フランスのパリへ移住した。1938年10月28日、ドイツの保安警察長官、ラインハルト・ハイドリヒが第一次世界大戦後に、 ドイツへ移住してきたユダヤ系ポーランド人1万7000人をポーランドへ送り返す追放命令を出した。ドイツ警察がポーランド系ユダヤ人を次々とトラックや列車に乗せポーランドの国境付近まで移送した。しかしポーランド政府は国境を封鎖。ユダヤ人は国境付近で家も食料もなく放浪することになった。グリューニシュパンの家族も放浪させられた一家であった。 父ゼンデル・グリュンシュパンの惨状は、パリにいた息子のヘルシェルにも伝わった。ヘルシェルは、ユダヤ人の惨状を世界に訴えるため、ドイツ高官の暗殺を考えるようになった。1938年11月7日、ヘルシェルはリボルバーを手に、ドイツ大使館へ赴いた。はじめは、ドイツ大使、ヨハネス・フォン・ベルゼック伯爵を暗殺しようと、考えていたようだが、 結局、ヘルシェルは、彼の応対をしていた三島書機関のエルンストフォム、ラートを射殺した。しかし皮肉にも、このラートはハンナチュ派のドイツ人であった。ヘルシェルは、逃げることもなく、警察に逮捕され、罪を認めた。この暗殺を受けて11月9日から11月10日に、かけて、ドイツ全土で反ユダヤ主義暴動が発生した。ラインハルト・ハイドリヒア、 ハインリヒミューラーは、ラート暗殺に絡む暴動が予定されているので、取り締まりをするなと各地の警察に指示を出しており、ナチス政府による、完成暴動の疑惑もある。この事件以降、ドイツ国内で、ユダヤ人迫害が強化された。ホロコーストの一つの転換点となる事件であった。 グリューンシュパンは1938年から1940年まで裁判継続中の状態でフランスの刑務所に放置されていたが第二次世界大戦でフランスがドイツに降伏した後ドイツ国内のザクセンハウゼン強制収容所やフロッセンビュールク強制収容所へ移送され1942年9月以降消息を絶った殺害されたと見られるが 時期は不詳である。1960年、西ドイツ政府により正式に死亡宣告された。なお、グリュン・シュパンの両親はナチスにより、ポーランドへ強制送還されたものの1939年にソ連へ脱出し、第二次世界大戦後にはイスラエルへ移住することができた。父ゼンベルは、水晶の夜に触発されて作曲された、マイケル・ティペットのオラトリオ、 我らが、時代の子のイスラエル書演へ招待された。ありがとうございます。